駅付近の武田勝頼造会の山戸駅は、山梨県甲州市山戸町端か野にある、東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO35。開業当初の駅名は端か根、ね。1903年に、大月駅から東駅までの開通により開業した古い駅である。終着駅であった時期は短く、 同年6月11日には当駅から甲府駅までが延伸となったため中間駅となった。駅開業当時、この駅は東山梨郡端かの村にあった。端かの村は、その後1941年に付近の村々と合併し、大和村となったが駅名はそのままで、52年後の1993年に現在の海山和駅へ改称された。 これで駅名と自治体の名前が揃った格好になったが、それもつかの間の2005年、山和村は、付近の市長と合併して、公衆市となり、消滅した。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の、計2面3線を有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。ホームは、切り通しの底に置かれており、駅舎は切り通しに橋を架けた上に位置する。このため、 各ホームへは、駅舎から各ホームへ伸びる階段を下っていくことになる。なお、2.3番線に面した島式ホーム上には、駅付近で算出する公衆倉イ市を使用した、モーニュメントが置かれている。駅舎は1969年11月竣工で、内部には、待合所の他自動券売機2台や、簡易追加改札機1組があったが、 自動券売機は2020年12月1日午前9時をもって営業を終了し撤去された。2014年3月31日までは出札窓口がありポス端末が設置されていたが4月1日より無人化により撤去された。無人化直前は延山駅が管理する業務委託駅であった。JR 東日本によると 2000年度から2013年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅一帯は国中地方と群内地方との境に近い山間部であり、駅そのものは日川渓谷によってできた小さな平地にある。この駅は長大トンネルの間に挟まれて位置しており、当駅の東は笹子駅の付近まで笹子トンネルと新笹子トンネル、西は 短い鶴瀬トンネルを挟んで、勝沼武道号駅の手前までほとんどが、新深沢トンネルと、新大日陰トンネルとなっている。あたりは、旧山戸村の中心部で、地名はか金。甲州市役所山戸庁舎や小学校、中学校などがある。南の山には、中央自動車道が走っている。武田勝頼一族が自害した、天目山が、駅北東にあり、他に、 警督院など、武田氏ゆかりの史跡がある。ホームには、武田氏周園の里の看板が設置されているほか、2002年には、駅裏手に、武田勝頼の銅像が建立された。公衆市民バスへは交通まに、休日などを中心に開示号が、臨時停車することがある。また、週末には、季節運行で大菩薩峠の登山口、植木川峠行バスが運行され、 登山の玄関口になる。東日本旅客鉄道中央本線笹子駅、甲斐山戸駅勝沼武道号駅端かの駅に関するカテゴリありがとうございます。